音楽で交流を深めようと、台湾の嘉義県立敦市国民中学の生徒およそ60人が8日、正木町北黒田の伊予高校を訪れ、吹奏楽の演奏などを通じて触れ合いました。敦市国民中学の生徒は修学旅行で6日から10日までの日程で来日しています。8日は愛媛県や県物産協会、台湾の旅行会社の仲介で交流が実現しました。伊予高校では吹奏楽部員らおよそ360人が迎え、お菓子やバッジ、名刺を交換しました。はじめに敦市国民中学の生徒が迫力ある演奏や軽快なダンスを披露しました。一つ一つの音がすごく綺麗で感動しました。ダンスがと音楽が、まあ、とてもマッチしていて、最後のダンスも素晴らしかったんで、そこが一番印象に残りました。これに対し伊予高校の吹奏楽部はふるさとや赤とんぼなどの曲を発表しました。演奏中に敦市国民中学の生徒が飛び入りでダンスを披露する場面もあり、会場を沸かせました。表演的时候嘛，就有点紧张，因为第一次到国外表演，而且又知道这边是成绩很好的学校，